漁船でも何でも構わんから帆船を出せ。グロセアエンジンは使い物にならん。止まった船は捨ててこい。乗組員が助かればいい。リドルアナ大幕府の付近で水上船団が遭難した。何の前触れもなく全機関停止。どうやら原因は強烈なミストの解消だ。あの海域はヤクトだが、飛空艇どころか水上船まで行かれるとはな。ギルベガンでの話を聞こうか。その顔だと当てが外れたようだが、やはりシドの言葉は嘘か。ええ、けれど真実も知りました。それに彼が何を目指しているかも。真珠の浜石が切れ端に過ぎんだと。不滅のオキュリアだか知らんが、厄介なものを。けれど覇王の剣で天陽の眉を砕けば、もう新しい石は出てこないわ。眉が全ての浜石の力の源だというなら、壊せば黄昏の破片も無力になるかもしれない。人造浜石には効果がないでしょうけれど。もう一つ道がある。契約の件で新しい石を切り出して、黄昏の破片や人造浜石に対抗さ。また石を使おうってやつがいたら俺が許さんよ。あんなもの捨てるに限る。どっちにしろまず天陽の眉を見つけろってことだろ。場所は絶海の塔だったよな。なんか知らないか、レダス。坊主、いい質問だ。ドラクロアで見つけたシドの研究資料にそれらしい記述があった。ナルドア海、リドルアナ大幕府、そして大灯台、その調査のために船団を送ったが遭難した。話がつながったようだな。ナルドア海の大灯台こそ絶海の塔。船の機関を狂わせた強力なミストは天陽の眉の存在を示す何よりの証拠だ。そいつは結構だが、どうやって行く？あの海域はヤクトだ。お前の船に組み込んでみろ。ヤクト対応型の飛空石らしい。これもドラクロワでの戦利品かい。自分で使ったらどうだ。俺の船はビエルバ製でな、規格が合わん。シュトラールに会えばヤクトを飛べるはずだ。アーシェ王女、俺も同行させてもらう。構わんな。はい、ただ一つ教えてください。あなたはなぜそこまで。シトナブディス、故郷ですか。まあ忘れられん場所ではあるな。Thank you.
絶海の塔とはよく言ったものね。頂上に鋭いミストを感じるわ。眠っているのね、天陽の繭が。アーシェ王女、まだ迷っているようだが、繭にたどり着くまでに答えを出してくれ。もし私が浜石を手に入れて復讐する道を選んだら。後悔するのはあんただ。おいバン、俺に万一のことがあったらお前がシュトラールを飛ばせよ。万一ってなんだよ。いろいろあんのさ、俺は主人公だからな。後で操縦法も教えてやるよ。